はい、こんにちは。日本改革と奥津沢です。大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。中共の犬の河野太郎の再エネ推し有識者会議に中国国営企業ロゴ入り資料が使われたことについて高市さん、私なら切れますねと国会答弁。私の自分の有識者会議で中国国営企業のロゴ入り資料が使われたら切れますね、いうことでしょうね。世論です。いいぞいいぞ。そうそう、これぐらいはっきり言わんとね。河野さん、話が違うじゃないですか。なんとかしてください、河野太郎さん。これは大林美香かなんかの代弁してんのかな。大臣にもセキュリティクリアランス必要だろう。民間人4人の委員のうち、半数の2人が反原発の自然エネ財団。本当どうなってんだよ、この国。たまたま見つかっただけで、いくらでもいそう。売国度が、いそう。過去の政策が中国に左右されていないかの検証が必要。メガソーラーのバックなんてほとんど中共、中国を潤す。省エネ賦課金をやめろ。省エネ賦課金じゃないな、この人間違って書いてるな、コピペしたんで再エネ賦課金ですね。自民党は中共の影響の有無、政策に影響してないか、中共が再エネ政策に影響してないかって調べんのをですね、河野にやらせる方針なんですけど、犯罪の主犯に事件捜査させちゃダメだろ。バカですか、自民党って。バカなんですか。高市さんは経済安保大臣なんだから、高市さんがこの件捜査すべきなんだよな。筋から言うと、無慈悲に容赦なく捜査お願いしますよ。この件でですね、河野太郎が失脚するぐらいのネタ暴いてください。総理を目指す高市さんにとっても、総理候補の河野を失脚させることは利益ですよね。ライバルがいなくなるという。それに何と言ってもですね、中共の犬の河野太郎を葬るのは国益そのものだと思うんですけど、どうでしょう。高市さんが捜査すべきだよな、経済安保大臣なんだからな。介護、農業、漁業、林業、運転手など不人気職で働くなら家族同伴で無期限に滞在させるよっていうですね、特定技能在留資格、現在は20万人、いるそうであります。20万人が日本にいるそうであります。今後5年間で82万人輸入すると閣議決定。82万人ってやけに数字切ってきましたけど、なんなんでしょうね。この人ら何があってもずっと帰らないよ、家族と同伴で。自民党、企業の責務に関して受け入れ見込み数の拡大に伴い地域住民が不安を抱く恐れなどが懸念されることを踏まえた。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、何言ってんだこれ。企業にも責任を負わせるようにしますって言ってんのかな。共産党に続いて自民党も我々と違う日本を使い出したのかな、とうとう。世論です。もう20万人もいるのか。岸田マジでやばいわ。実質の移民政策だね。自由移民党はいい加減にしろ。物流に外国人って交通事故が増えまくるのか。そしてさらに治安が悪くなる。脱走して犯罪する外国人対策も厳しくしろ。企業に給料上げろって言いながら下がることしてる二枚舌。そうだよね、労働力輸入して増やしてたら給料上がんないよね。抑制されちゃって。増税メガネの弟が奴隷商してて岸田一族ウハウハ。岸田の弟の会社が外国人人材の派遣っていうか受け入れ窓口みたいなやっててウハウハです。外国人ドライバーが爆増か。おっかねえな。家族呼び寄せてあっという間に1000万人が移住してくると。夫が介護で働いて無期限の在留資格を得るとですね、奥さんと子供双方の親が4人双方の兄弟姉妹も同時に在留資格を得てあっという間に10人超えですよ。5年間で82万人だったら800万人が無期限在留資格を得るってことだよね。そしてそれらは決して帰らない、絶対帰らない。日本の方がいいもんだって、どこの国よりも。夫が介護の仕事を辞めてもなんだのかんだのごねまくって居座ります。謎の支援団体が騒いでですね、
パヨ新聞が記事にして、訴訟を起こします。得意の外国人記者クラブで記者会見して泣いたりわめいたりします。その姿をテレビ全局が放送。そう、カルデロンの時のようにかわいそうかな。5年後にはですね、次の5年で160万人輸入するって言い出しますよ。で、1600万人追加。合計2400万人になると。で、来た800万人も、なんか繁殖して増えちゃって1000万人ぐらいになってから、あっという間にね、あっという間に日本人の方が少数派になってですね、アメリカ白人、特に男性のように迫害、弾圧されることに。黒人の女っていうのが、アメリカでは今一番強いんだって、ステータス的に。安い労働力が欲しい後世のことなど知らんっていうですね、財界。それの寄付と派遣購入で言いなりの自由移民党をどっかでストップしないと、日本が日本じゃなくなっちゃいますよ。日本が日本人の国じゃなくなっちゃいますよ。どうすんのこれ。あとね、数増えたら、やれ、土葬墓地よこせとか、やれ、豚は給食に出すなとか、やれ、牛は給食に出すなとか、これヒンズー教ですけど、言い出すよ。絶対言い出すよ。5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出すって、欧米どこの国でもそんな感じなんだからさ。埼玉県大野元裕知事、住民へのヘイトスピーチは許されない。徹底的に排除していく。県ホームページの知事への提案、入力フォーム、閉鎖。なんだそれっていう。批判は聞きたくないらしいですね。川口と蕨の市民の訴えは徹底して蓋をしなければならない。このタイミングで日本人からの批判を封じるとか正気かよ。大野は川口が地盤なのに何やってんだ。日本人死ねってヘイトスピーチは？ヘイトスピーチより県民の安全の方が大事だろ。それより先に排除すべきは不法滞在者だろう。そのうち不法滞在って言葉が禁止用語になるんだろうな。叩かれてるのは彼らの行動や言説であって、人種の話なんかしてないぞ。否定的な発言であっても、それが事実であればヘイトスピーチではない。こういう間違ったメッセージ発するから付け込まれてんだよ。先に日本の法やマナーを守れ。知事は女子中学生がクルド人にやられても平気なんだね。大野元弘は売国外務省官僚上がりで、野党転落後の2018年まで民主党民進党の参議院議員だった。2期やったっていうから12年やったんだね。喫水の売国奴でした。野党転落した後も民進党から離れなかった。千葉の小西博之同様にですね、枠数の関係で参院埼玉選挙区はどうしても元民主が一人当選してしまう情勢なんでしょうか。2018年にですね、民進党が立憲と国民に分裂すると国民側に参加。2019年埼玉県知事に当選。2023年知事選で残念ながら再選してしまいました。あとですね、こいつ川崎市ヘイトスピーチ条例のブレーンだった。もともとヘイトスピーチを弾圧することは得意。大野は多分ですね、女子中学生がクルド人に襲われても平気なんだわね。言ったり書いたり投稿したりの表現抑え込んでもですね、憎悪は消えないよ。沈殿して溜まり続けんだよ。状況を知らないですね、情弱層、テレビしか見ねえ人が知ってしまうことを恐れてですね、現状を知ってしまうことを恐れてですね、口に出すなってやってんだよね。姑息そのもの。大野知事、なんとかしてください。埼玉県の皆さん、どっかの極右政党埼玉県知事に立候補しねえかな。日の丸君が代拒否教師、大野清子聖子かもしんない。64歳、都立定時制高校の再任用を断られる。生徒の人権のために拒否してきたのに何言ってんだこいつ。何言ってんの。賛同者パヤの集会で泣いたり吠えたり。それを東京新聞が喜んで記事にすると。60歳で定年になったんですけど、現役の教師の時ずっと君が代日の丸拒否してて、教育委員会からですね、あれだぞって、年金が出る年齢になったら再任用しねえからって毎年毎年言い渡されてたみたいであります。
で、あの定年後は都立定時制高校で教師として再雇用っていうんですか、されてたんですけど、それね、もう年金でっからいいだろっつって切られた。それを泣きわめいてるってことなんですけど、65歳で切られるって定年って普通じゃないの、民間企業では。世論です。生徒には歌う自由もあるんだぞ。生徒の歌う自由を侵害してますね、この人ね。生徒のためじゃなく組合のためだろ。法定されたんだから拒否は違法行為だぞ。日の丸君が代は国家、国旗って法定されましたもんね。こんな気違いに耳を貸すな。公務員が国歌を歌いたくなって狂ってんな。そんなに嫌なら外国に移住なさればよろしいかと。ろうそく持って集合だ。気に入らないことがあるとろうそくを持って集合するという習性がある。生徒を盾にする教師のクズ。朝鮮学校に転職すれば歌わなくて済むぞ。公立校でバカなこと言ってんじゃねえぞ。こういうことを騒げば東京新聞が記事にしてくれるし、賛同者の気違いどもにもてはやされて、ちょっとした時の人になれるし、一般人から気違いと思われようがパヨ界隈で地位が上がればそれでいいと。なんで日の丸君が代拒否が生徒の人権を守ることになるのかさっぱりわかんねえ。全然わかんねえ。やはりパヨは我々の使っている言語は異なるようで理解不可能ですね。何をわめこうがね、泣こうが怒鳴ろうが耳を貸さないっていうのが一番ですね。その他のニュース、増税メガネ記者会見。官民が連携して物価高を上回って可処分所得が増えるという状況を確実に作り、国民の実感を積み重ねていく。具体的にどうするかは皆無。来年の話してっけど、今年9月でお前引退じゃん。給料上がったら上がったですぐに増税してね、取り上げにかかるくせに、本当にこいつ人をイライラさせる天才ですね。松本人志が文春にですね、5億5000万円払えって訴えてる裁判で、松本側が文春の証言者女性5人の名前、住所、電話番号、LINE、写真を出せって言ってることが判明しました。何する気だ、子は教えたら危険にされる。もうやけくそなの。黙るように脅迫されるんじゃない。好感度だだ下がりでありました。文春側が出すわけねえよ。暴力団の出番かなみたいな。まあね、工業芸能界とか暴力団つきものですもんね。住所氏名以外の LINE や写真までって要求って確かに怖いですね。これ何そんなことも調べてなかったのかっていう。あとどうやって戦うかの方針もできてないんじゃないのか、準備不足ではっていう声もありました。心当たり多すぎてどの子か分かんなくなってんでしょうね。強要した子が心当たり多すぎて、もう何百人も何千人もいっかもしれない。内閣府調査、孤独を感じる 39.3% で横ばい、常に感じる 4.8%、この人はちょっと危ないですね。 5%、 約 5% が常に孤独を感じている。時々感じる 14.8%、 たまに感じる 19.7%、むしろですね、私はたまにも孤独を感じない人っていうのが6割もいることに驚きました。同居家族がいてもですね、孤独を感じる時はありますけどね。なんだかね、自分以外の家族が全員出かけちったとか、例えばですけど入院、私あれだよな、入院して夜一人ぼっちで、個室取ってもらったんで、2年前肺がんで手術して、その時は夜は孤独を感じましたけどね。手術したばっかの時は 2,3 日は痛くて、そんなの感じる余裕がなかった。なんか痛みで一日中気失ってるような感じだったんで、感じなかったんですけどね。というわけで、チャンネル登録とメール登院募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。